皆さんこんにちは。きよし倉原アカデミー、アカデミークラスの時間です。こんにちは。はい、今日もですね、オンラインサロンアンバサダーの松島圭次郎さんにご参加いただいております。よろしくお願いします。はい、感謝してるぜ。松島圭次郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日もですね、非常に素敵なゲストをですね、お招きしておりますので、早速、はい、お呼びしたいと思います。いや、本当素敵ですよ。本日のゲストは小川誠さんです。よし、あ、もう入っていいんですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川誠です。誠ちゃん。はい、誠ちゃんです。久しぶりです。どうもご無沙汰してます。小川さんと松島さんは過去にね、舞台で共演されてらっしゃるんですね。そうなんです。でもだいぶ、もう5年前か。5年だね。2015年だった気がするんですよね。うん、もうね、全然変わらない。変わんない。美しい。いやいや、おかしいでしょ。全然変わらない、本当に、ね。でも変わってないかもしれないです。あ、違う、見た目とかじゃなくて、中身は、中身は変わってないかもしれない。そう、久しぶりに会ったのに、その久しぶりを感じさせないこのポテンシャルがね、やっぱね、素敵だなと思いますね。本当ですか。はい、これ何、どう、私もなんか初心者みたいになっちゃってる。僕も舞台見に行って5年前なんですか。はい、松島さんが出演されるきっかけで僕も見させていただきまして、はい、それで松島さんが、その小川さんが出てる舞台、まあ、出る手もあるですし、はい、そう、すごく押しててですね、当時も。マジですか。そんなの印象なかったですけど。僕ね、そういうのね、だって本人に言うとプレッシャーになると思ったから、僕あんまそういうの言わないんですよ。そう、ちょっとそれ嬉しいですよね。で、陰で、あの、小川誠いいよと、女優としていいですよっていうふうに倉原さんに、もう見に行った方がいいです。本当ですか。で、来た方がいいですよ。で、僕も見て、いや、すごい良かったです。本当ですか。本当です。初の死体役やってましたけどね。ものすごい死んでましたけどね。あんなにオープニングでね。そう、オープニングからずっとあんだけ止まって息しないようにするのがどんだけ難しいかっていうのを。あれ10分以上あったよね。10分。あった、うん、かなり長い。その間呼吸をね、そう、コントロールするって結構難しいんです、うん、すごい難しくて、はい、で結局とずっと10分以上その止めてるわけにはいかないから、うん、どうやったらそのどこに手を置いたらお腹がこう動くのがバレないかとか、なんかいろんな研究しましたね。今までしたことのない研究をしましたよね。そうですね。いかに死んだふりを続けるかってこと。いや、本当にね。しかもなんかあの時ずっと死体役じゃないですか。でずっと言葉を発さないでステージ上にいるわけじゃないですか。普段だったら、うん、芝居する時って自分がその役として出る前に袖でちょっと、まあ、なんていうんですか、ちょっとできるじゃないですか、うん、でももう ステージ上にいるからちょっとさ、ウォームアップできないですよ。ずっと固まってるから、第一声がすごいカスカスだったらどうしようとかなんかそういう変な不安とかありました。あの時、ね、懐かしいね。あった、うん、あった。いや、懐かしい。懐かしいですね。喉を潤したりもできませんから、舞台上にちょっと固まってるから、こうやってね。そうなのよ。で、今回ですね、はい、このアカデミークラスというちょっと小川さんからですね、いろいろ教えていただこうという、まあ、コーナーになってまして、はい、まあ、俳優さんをね、これから目指したいとか、ちょっとそういう役者活動とか興味あるような方たちもね、この動画見てくれてると思うの で、はい、そうですか。はい、ぜひですね、今回小川さん、松島さんにですね、その俳優さんとして、まあ、舞台出る時に気をつけることとかでもいいんですけど、うん、まあ、先ほど喉のこと、喉のケアとか、どういう風にしてこう舞台本番に向けて、まあ、トレーニングだったり、はい、してるか、してるか聞きたいなと、うん、はい、ぜひ教えてください。いや、何をおっしゃいますかいやいや、本当、本当、いや、大先輩でしょ、俳優の。いやでも、いやでも今回は小川先生ですね。そうそうそう、小川先生、小川先生の、小川先生ですか、はい、でも結構なんか私心配性なんです。めちゃくちゃ心配性なんですよ、こう見えて。だから同じルーティンをしないと不安になるというか。あ、なるほど、ルーティンね。まあ、稽古中は割とその自分のなんていうんですかね、家でいろいろ準備したりとかしたとしても、うんうん、本番も必ず同じルーティーンをしないと、あ、今日なんか失敗するかもみたいなものがあってしまうから、もう必ず本番に入ったら、もう絶対に、まあ、その自分が日頃やってるストレッチ、柔軟とかは必ずやって、あと自分が日頃やってる発声練習は必ずやって、うん、とかっていう、なんかそういうルーティーンを
必ずすることは欠かさないかもしれないです。あ、ルーティーンね。だから一つまずルーティーンを欠かさないっていうのは今小川先生の一つね、はい、そう、一つ、それはねかなり大事だと思います。それは多分自分の精神的なメンタル面でもかもしれないです、はい、例えばなんかその時間がなくて、うん、あのちょっとバタバタってやっちゃったってなると大丈夫かな今日できるかなみたいになっちゃうんですよ。だからなんか余裕を持って、だからなんか劇場とか入る時も、うん、絶対この時間にこういう風にこうやって動くからこの時間には入ってみたいな、うん、自分の中での、うん、そういうなんていうんだろうルーティーン、ね、そういうルーティーンが、うん、自分のメンタルを支えてくれたりとか、そう、あのこう切羽詰まった役、うわ時間がないわっていう役だったとしてもですよ、してもそう、してもやっぱり、ね、役者個人のメンタルってすっごい大事なんですよ、うん、じゃあそういう意味でやっぱりそういう安心、ちゃんとこう万全の体制を整えるっていうのはとても僕はね大事なことだと思う。それがなんかそうですね、はい、準備したから大丈夫っていう安心感はやっぱりそれ欠かさないようには自分のためにしてますかね。あと何ですか、ストレッチはどれぐらいやるんですか、毎日やるんですか。でも本番中ぐらいですね、毎日やるのは。だからその稽古とかがなかったり舞台がないってなったら基本的にそんなしないです、うん、けどそういう稽古期間に入りましたとか本番中はやっぱ必ずやりますかね。そうね、あのやっぱり、ね、思考がね固まってくるとなんか体も固まってくるんですよ。だからやっぱりね柔軟ってすごい大事、頭をほぐす意味でも体を、はい、僕は大事だと思う、体をほぐすこと。逆に何かやってたりします。いや僕もでもね本当そういう感じです。僕は、うん、あんまり僕固めすぎないのがルーティーンなんですよ。最低限もちろん整えるんですけど、はい、ある程度予約があってなんとかなるさぐらいの状況を僕が残しとかないと、あの追われちゃって、いや僕ね、いやこれね、うん、否定してるわけじゃないです、うん、そのルーティーンをしっかりやることで落ち着ける人もいれば、それをしっかりやることに追われて落ち着かなくなる人もいるんです。あ、そうかもしれない、やらなきゃやらなきゃ、そうそうそう、だから僕の場合はあのその やることある程度あるんですけど、なんか8割ぐらいの方がちょうどいい、へー、なんか精神的に。でもそれが できるのはやっぱりその今までやってきた長さととかやっぱあると思います。あ、どう、それもあるかもしれない。確かに始めた頃はやらなきゃやらなきゃってなってたのが、うん、なんかそれを手放してからすごく楽になったんですよ。手放したい。いやでもね、ルーティンも僕は大事だと思うんで、手放すとなんかね舞台上でもゆとりが生まれるんですよ。そうするとなんかね、やっぱり、ね、その日スペシャル、いや舞台って同じものを提供しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、うん、でも結局やっぱり、ね、役者も生ものですし芝居も生ものですから、その時スペシャルってやっぱ起きるんですよ。起きますね、予期せぬことが起きたり、 そこにねやっぱりねこう心が柔軟に対応できるようになったんですよ、僕は。なんか追われすぎなくなると。あ、そういう、はい、それきっかけにですね、なんかね、はい、そうなんです。そうなんだ、そんな息にまだ達してないかもしれない。いや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 、その息とかその人それぞれなんで、それはなんか自分のいいところを見つけてもらえればいいと思うんですよ、僕は。それはあれですか、舞台が決まる前のこう普段やってるようなことを本番期間とかなったらちょっと少し減らして役作りとかそっちの方に専念するとか。あの、まあ、役作りはやっぱりそうですよね。その役のもの、だから食べ物から何からその思考は結構やっぱ入っていく、あのそういうだから見てる映像とかも、うん、なんかそういう映像を見ていく、これ抽象的すぎるな、なんて言えばいいんだろうな。でも、うん、逆にそのじゃあこういう役になりましたって言って こういう人は、この役のキャラクターは普段こういうの食べてるだろうっていうものをプライベートで食べるってことですか。だからあの今ちょっときしみ、この話本当は後に回すつもりだったけどちょっとしていいですか。していいですか、うん、で例えばきしみっていうね舞台僕ら共演したんです。あのブラジリアン山田さんという楽曲の演出なんですけれども、はいはいはい、その時僕だからもうジャンクなものを舞台上で食べてましたね。食べてた。だからやっぱジャンクなものは結構食べてました日頃から。はい、だから実はあの時結構僕肌荒れとかよくしてましたし。そうなんですね。はい、だからそれやばいなと思ったんですけど、まあでもやっぱそういう思考の持ち主とかそういう生活リズムの要は栄養とか体に気をつけてない人だから、あ、そうだからね、そういうのはこう伝わってましたよ、やっぱり。でも普段からそうってことなんですね、はい、普段から普段からその役、うん、何かやるっていう時は、うん、その人の私生活が、あ、その役キャラクターの
キャラクターが私生活に入り込んでくるってことですか？ある程度僕はやってしまいます。あの、ね、結構 ね入念に準備してますもん。あの、はい、あのこれねちょっと俳優論とか演技論になってくるんで僕は、ね、正解ないと思ってますよ。正解ないっていうところを前提に言わせていただきますと、はい、あの最近はやっぱりその私生活から役を落とし込むとそのオーバードーズっていう入り込みすぎて自らそういう役によっては命を絶っちゃう。だからそれがその私生活に及ぼすからそういうのは良くないという論調もあるんですよ演技として。なんですけど僕はやっぱりある程度私生活もちょっと入れとかないと僕は無理だったり。もうザ役者ですね。だから入りすぎると良くないんですけど、でもかといって何もしないと僕はできないですね。やっぱりちょっと入れていかないとダメです。あ、そうか、はい、面白い。僕は私生活に入れちゃいますね、完全に。私だから逆に違うかも。パンパンって別れちゃうかもしれないです。あ、でもそれ素晴らしいですよ。それを今一応推奨されてるので。あ、そうなんですか。いや、それがいいかどうかは分かんないですよ。これいいかどうか全然分かんないですけど、うん、その稽古場劇場から出たら小川真子ですもんね。もう普通になっちゃう。いや、それはでも持ってるポテンシャルそのものだから。切り替えができるとね、うん、それはいいんじゃない。いや、それいいのか悪いんだかですね。いや、だからそれ一つそのアプローチとしての成功の一つだと僕は思います。はい、それが多分合う合わないっていうのはきっとあると思うんで、それができるってことは真子ちゃんの正解、小川さんの正解だと僕は、うん、あ、なるほど、はい、人によっての合わないで言ったらってことですね。うんうん、なるほどな、なんか面白いですね、こんな会話をするとは。うん、うん、ね、ね、そう、まあ、一応これアカデミーなんでね。アカデミーなんか、そうだ、ちょっとこういう話もちょっと入れていこうかな。そうだ、そうそうそう、はい、そうですね。あと何の話したらいいんですか他に。あと何の話したらいいの。あの、はい、小川さんがこう健康維持とか、うん、あ、はい、あの、まあ、演技名だけじゃなくてもいいんですけど、うん、なんかこう普段から気を使ってることっていうのは。あ、でもなんか普段から常にやっぱり結構なんかルーティン体質なんですよ。だから朝起きてこれをする、この時間にこれをするっていうのが崩したくないタイプの人間で、うんうん、一回これをするって決めたものをやらないとそれがストレスになるんですよ。あ、なるほど。だからなんかその日頃必ずなんか一日一回運動するっていうのはこのちょっとコロナの影響で自粛になってから特にそうなったんですけど、うんうん、そこからもう毎日午前中には、まあ、だ、ラジオ体操って始まるんですけど、ラジオ体操をする、うん、その後に何かしらヨガなのか筋トレなのかをする、うん、でちょっとウォーキングにハマってからは毎それは毎日ではないんですけど、うん、行ける時は、まあ、2時間弱ぐらいウォーキングに行くすごい、ね、っていうのは結構続けてます。だから今日もラジオ体操して、今日は何したかな、今日はなんかインナーマッスル鍛えるトレーニングみたいなのは午前中に必ずするっていうのが私の中であって、シュッとしてるもんね、顔をね、シュッとしてますよね。シュッとしないんですけど、でもやっぱその食べるのが好きなんですよ。食べるのが好きだから、だけどやっぱりその年齢もあるしっていうので、でももともと別にそのいくら食べても太らない体質ではないので、ってなったらやっぱり自分で体気をつけないとどんどんいっちゃうわけですよ。だからやっぱり人に見られるお仕事でもありますし、ってなったらなんか食べるのを我慢してっていうよりかは好きなものを食べて体を動かしてみたいな方がいいなと思って、そう毎日そのなんかやってますね、午前中に必ず。健全、健全ですよね、健康的な感じで。でもそれはやってますかね、健康維持なのかどうなのか分かんないですけど、なんかモーニングルーティーンのなんか大事さみたいな最近フューチャーされてますもんね。あ、そうです。されてる、されてる、されてる。よく僕最近やっぱ結構 YouTube やるようになってやっぱ見るんですけど、やっぱモーニングルーティーンっていうのを芸能人も上げてるし、YouTuber も上げてる。そう、ジャンルとしてね、すごい流行ってるね。何やってんだろう、みんな。何やってんですかね。はい、それではアカデミークラス以上でございます。また、別の動画でお会いしましょう。じゃあねー。